科医の平松です。今日は、カレオハン変性症の治療薬、ベオビューについてお話しようと思います。これは、カレオハン変成症の治療の中では一番効く薬ですね。確かに、あの、やった患者さん、お、効くだっていう感じのイメージがあるのが、このベオビューです。え、じゃあ全員それやればいいのって思うかもしれないけど、残念ながらベオビューはいい薬ですけど、代わりに副作用も出やすいというものです。じゃあ、どういう副作用が出やすいのっていうと、目の炎症。 ブドウ膜炎というのが起きやすいっていうふうに言われています。目の炎症、ブドウ膜炎というのは、まあ、いわゆるこう注射した後に炎症物質っていうのが目にファッと回ってくるんですね。で、それを、まあ、ステロイドとかって炎症止めのお薬を使ったり治療しなきゃいけないと。なので、 治療しようと思って使った薬の副作用でまた治療しなきゃいけないってなると嫌じゃないですか。っていうのがもう一点と、ブドウ膜炎っていう普通のただの炎症だったらいいんですけど、注射の時ってばい菌が入る確率っていうのはやっぱりゼロではないんですね。で、そのばい菌なのか、 単なる普通の炎症なのかの見分けが、ちょっとなかなか難しいってことがあります。なので、まあ最初は単なる、いつものブドウ膜炎だなと思って治療してたら、いやそんなことないバイキンだったってなって、まあ治療がなかなか何重する可能性もあるかなと。まあもちろん可能性は低いですけれど。 その代わり、まあ、効きはいいので、まあ、その他のお薬を使ってなかなか苦労してる方に関しては、まあ、そこら辺ご理解の上で、まあ、治療するっていうのは、まあ、いいお薬かなっていうふうに思っていただければと思います。ただし、これまで気を、今までにブドウ膜炎されてる方とかの場合は、あまりお勧めできるようなもんではないって感じですね。まあ、こんな感じで、え他のお薬の説明だとか、カレ齢を反変成症の注射の仕方だとか、まあ、いつ治るのとか、失明しちゃうのとか、まあ、そういうのをいろいろ動画にして、 してますんでよろしければチャンネル登録ベルマークを押していただいたり再生リストっていうのがあるので、まあ、そちらも見ていただければと思います。よろしくお願いします。